おはようございます。私からはありませんので、どうぞ。はい、では幹事社から一問お願いいたします。はい、地方自治体のシステムの標準化に向けて検討の場を設けられるという方針と伺ったのですが、はい、より詳しい内容や今後のスケジュール化などを教えていただけるでしょうか。はい、お願いします。自治体システムの標準化についてはスピード感を持って取り組む必要があると思っております。2040年までにですね、住民や企業等にとっての利便性向上、あるいは自治体の人的財政的負担の軽減、こういうものを目的としてスマート自治体を実現するため、遅くとも2020年代にですね、各自治体が標準に準拠したシステムを導入することを目指しています。そのため今後できるだけ早期に自治体、それから事業者、そして総務省の3者でまず第一歩といたしまして、住民記録システムの標準化を検討する場を設けることといたしております。標準的なシステムとして必要な機能について、自治体の意見をですね、集約しながら1年程度で標準仕様書を作成したいと考えております。その上で自治体に対してシステムの更新時期がございますので、それを踏まえて標準仕様書に準拠したシステムを速やかに導入していただくよう助言してまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。幹事社からは以上です。あとは各社お願いいたします。読売新聞の朝子と申します。よろしくお願いします。携帯電話の関係でご質問させていただきます。この秋の改正電気通信事業法の施行に関して11日に非公開で有識者会議が開かれまして、省令改正案が示されています。で、2年契約の途中解約に関して違約金を最大1000円などにするという案が示されているんですけれども、その中で委員の方からその根拠をよく示すようにという意見があったというふうにも聞いています。で、次回18日に公開で議論が行われますけれども、現段階でこういった委員の方から意見が出ているような状況について、大臣としてのお考えをお聞かせいただければと思います。はい、11日の会議は非公開とさせていただいておりますけれども、有識者の方から制度整備の方向性として総務省が提示した案についてですね、さまざまなご指摘をいただいたというふうに聞いております。次回18日の会議に向けまして、有識者のご指摘を踏まえて、検討しているところで、ございまして、改正法の趣旨は競争の促進を促して、分かりやすい、低廉な料金サービス、これを実現することでありますので、国民目線に立ってご議論をいただければありがたいと思っております。テレビ朝日のです。この関連なんですけれども、この有識者会議ですね、その違約金1000円とかですね、期間拘束ありとなしのプランで差額が170円とかですね、やたらこう細かい数字まで省令に盛り込もうとして、政府がこう口出ししすぎじゃないかというような懸念の声も聞こえてくるんですが、大臣のお考えはいかがでしょうか。はい、改正の電気通信事業法に基づいて、総務省令で、目的でありました通信料金と端末代金の分離のため禁止される範囲、あるいは禁止される囲い込みの条件など、これを具体的に定める必要があります。11日の有識者会議で総務省から提示した資料は、その改正法の趣旨を踏まえて、公正な競争の促進、あるいは分かりやすく低廉なサービス、これを実現するために必要なものと考えられる事項を、できる限り明確なものとしてお示しをしたものでありまして、有識者会議のご意見を踏まえですね、速やかに実現できるよう総務省として検討を進めてまいりたいと考えております。朝日新聞のベックと申します。総務省の家計調査の関係でお伺いします。主に年金で暮らす高齢夫婦の家計について、実収入と実支出の差が月5万5千円であると、つまり年金生活をすると 5.5 万円赤字になりますよということを家計調査
で、出されている、わけですけれども、まあ、インターネットとかで見るとですね、結構これがその大手の生命保険会社などで、だからその年金、老後のですね、資金をなんとか貯めておきましょうみたいな、そういう PR にかなり使われているようなんですけれども、こうした使われ方が、適切なのかどうか大臣に、お伺いしたいのと、あと加えて、まあ、これの話がですね、金融庁の審議会でも同じように使われまして、2000万円足りないという話になりました。これに関して家計調査のデータが使われたことの大臣の所感をお願いします。はい、まあ、まあ、総務省に限らないと思いますけれども、総務省が所管する統計というのは、まあ、ユーザーがどのように使うかというのはユーザーのご判断でありますので、まあ、特段のコメントをは控えさせていただきますけれども、総務省としてはとにかく正確で有用な統計を迅速に提供する、まあ、そういうことが重要であろうと考えています。新聞、毎日新聞の加藤です。総務省の男性職員が、強制わいせつ容疑で書類送検されました。総務省の把握している事実関係と処分を含めて大臣の所感をお願いします。はい、まあ、当省の職員が強制わいせつの容疑で 6月の7日にです、東京地方検察庁に書類送検されたことは承知をいたしておりました。これは、まあ、誠に遺憾なことでございます。まあ、本件については、検察における捜査も踏まえつつですね、総務省としては事実関係の把握に努めまして厳正に対処してまいりたいと思っております。どうもありがとうございました。